ゲロちゃんです。はい、今日はですね、この間動画上げたようにその続きになります。まあメディアの方がね、後になって免疫力を高めるとね、一番のね、ウイルス対策の効果的なものだということをね、動画じゃなくてね、報道しだしております。最初はマスクと手洗いを言うてたんが、今はね、免疫力を高めようという報道に変わっております。ということで、本当に免疫の力をね、高めると本当にウイルス対策になるのかということでね、今からね、喋っていきたいと思いますが、今から喋ることはゲロッチョの個人の感想であって、個人の考えであって、個人の意見であります。だから真実とはね、異なることがあるかもわかりませんが、ご理解の上お聞きください。はい、じゃあね、今から喋っていきたいんですけども、本当に免疫力を増やすとウイルス対策になるのかということなんですけども、まあ実に言えばですね、ウイルス対策にはなりますが、効果はすごい薄いです。要は免疫力を高めるための食べ物とかいうのをいろいろと紹介しておりますが、その免疫力を高めるっていうのは、要は今現在免疫おりますね、その免疫の数を増やそうということですね。だからこの間ゲロッチョだいぶ少し前に動画上げたように、まあゲロッチョはね、納豆ですね、納豆とか、そして泥棒ですね、土遊びする土の中にね、免疫をね、増やしてくれる菌がたくさんおられます。そういうね、土のね、菌とか納豆の中にいてる菌とかでね、増やしていこうという考えが一番いいんじゃないかということをね、ちょっと前の動画には上げさせていただいておりますけども、本当にそれを増やしただけでね、本体ね、ウイルスに勝てていけるかって言ったら、ちょっとね、そうでもないというのがね、ゲロッチョはそんな思っております。なぜならばですね、仮に免疫をね、たくさん増やしたとします。例えを出しましょう。例え出したら多分分かりやすいと思います。ではね、どういう例えを出すかというと、ちょっと批判点かわからんけど、まあいいかな。まず自衛隊がおります。自衛隊という免疫の軍隊がおります。そしてもう一つにアメリカ軍という免疫の軍隊がおりますね。そして自衛隊とアメリカ軍のね、軍隊の免疫、もしいざあなたに何かがあった時に、どちらの軍隊を倒りますかっていうことです。自衛隊の軍隊に倒るのか、それともアメリカの軍隊に頼るのかって言ったら、ゲロッチョはね、どちらかというとアメリカの軍隊に頼ります。なぜなのか、ゲロッチョはアメリカのね、軍隊の免疫力に頼ります。なぜアメリカの軍隊の免疫力に頼るのか、そして自衛隊の免疫力になぜ頼らないのか、多分皆さんもね、感づいてる方もおられると思います。今日本人でね、多分多いのは自衛隊の免疫力だと思います。それはなぜかというとね、だいぶもうね、前から日本は無菌ね、そして無臭というね、菌からね、離れていこうとしております。要は菌を寄せつけないっていうね、生活環境になってきております。だからその生活環境、要は菌を寄せつけない生活環境によって、自分の中にいてる免疫おりますね、免疫たちが、この免疫たちは何もね、ウイルスがほとんど入ってこないので戦うことができないんですね。ただその中に免疫とね、免疫と感じでおるだけであって、戦ったことはございませんね。その中に、新しく、免疫力を増やそうと言うてね、食べ物を食べて免疫の、ね、数を、ね、増やしてきても、同じ戦ったことのない免疫力、ね、免疫たちが、ね、増えるだけであって、だからいざね、本来よりも強い敵が来た時に、戦ったことのない免疫力たちはもうすぐにダメですね、すぐにやられていくっていうのがね、本来の流れだとゲロッチョは思っております。いくらたくさんの免疫の数を増やしても、戦ったことのない免疫たちは強い敵が来るともうやられていきますね、まあ、簡単に言えば。だからね、すぐに
インフルエンザになったり風邪をひいたりという感じに、ね、なっていかれるんだと思います。だからね、本来ね、ベロッチョが求めてるのはアメリカのね、アメリカ軍の免疫たちですね。いや、アメリカの免疫の軍隊の方をね、頼ってるのが一番いいんじゃないかなと思っております。いや、なぜならね、やっぱりね、多少のね、菌とかウイルスを体に入れて、そして戦わせる、ね、自分がの中にいている免疫たちに戦わせる、それを普段からやってることに応じて経験を積んでいくんですね。だから経験を積んだ免疫たちがおって、そこに新しい免疫たちを連れてくる、ね、そして数を増やす、ね、それ数を増やしてそこでまた戦わせていく、それをね、繰り返していると非常に強い免疫の持った免疫力たちになると思います。免疫たちにね、そこに強い敵が現れても簡単に強い敵をね、やっつけることもできるし、要はやっつけることができなくても敵をね、半分以下のね、力に落とすこともできます。要は弱らせるということは本来の持っている体の症状がマシな症状になるということです。重症とかならずにマシな症状になるね。だからやっぱりね、免疫たちね、要は何もね、戦ったことの免疫たちがおるよりも普段から戦わせている免疫たちをおらす方が一番のウイルスや菌とのね、あれをね、できるんじゃないかなと思っております。だからウイルス対策やね、菌のね、対策にはね、やっぱり強い免疫力ですね。要は免疫力、普段ね、世間で免疫力言っておりますけども、まあ数を増やしての免疫力をね、言われておりますが、その免疫たちのね、力をですね、本来の力をね、どんどんね、出させるためには戦わせることですね。普段から多少の菌、そして多少のウイルスを入れて戦わせとく、それをね、普段からしていると、いざね、それよりも強いね、やつが来てもね、戦って殺すこともできるし、殺せなくても弱らすことができます。ということでね、本来免疫はね、やっぱりね、普段からああいうね、多少の菌とかね、ウイルスをね、取り入れる方が本来は自分の人間の体のためになるんじゃないかなと思っております。ということで、ね、今回の動画はね、そういう感じで、やっぱり免疫っていうね、世間で言われている免疫力っていうのはね、やっぱり大きなね、強い敵にはね、やっぱり戦うことはできません。負けます。だから普段からアメリカ軍のような免疫を持ったね、普段から戦わせている、ね、免疫を持つ方が非常に体にとってはね、いいんじゃないかなとゲロチは思っております。ということでね、見ている方はどう考えているか分かりませんけど、ゲロチョンは普段からね、多少の菌を入れて、まあ多分これからも動画上げていくか分かりませんね。賞味期限切れたやつは美味しく食べれるのかという感じでもね、やっております。もうそれをね、何回かやってますけども、まあ体にはね、今とか異常はございません。多分免疫がね、戦ってやっつけてくれてるんだと思っております。そのようにしてね、普段からね、戦わすことはね、非常にね、いいと思います。だから陸上とかスポーツとかでもそうです。普段からね、練習をしてないと、いざという時に活動ができないというのがね、ありますから、普段ぼーっとね、ずーっとしてたものが突然走るというたらね、なかなかね、その普段からね、運動してるやつには勝てませんからね。だからそういうことで、やっぱり免疫も普段から戦わせることが大事なんじゃないかなと思っておりますので、ということで、ね、今回そういう動画上げさせていただきました。あとね、次はね、次の動画は今中国などでその新型ウイルスありますね、新型ウイルスね、死亡者がね、たくさん増えている、そのね、たくさん増えているのはね、ゲロッチョンから考えてね、人工的に増やされているように思います。要はウイルスがね、強くて、ウイルスでその新型のウイルスが強くて増えたんじゃなく、人工的にゲロッチョンね、これは死者をね、増やされてるんじゃないかなと思っております。まあそういう動画もね、次ね、上げていきたいと思います。ということで、今回はこれで終わり。ダメだー。